引け引け、一度体勢を立て直すのだ。たく、義軍の連中どれだけいるんだ。いくら倒してもキリがないっつうの。これほどの大軍でジュスコーに攻めてくるとは、慶州攻めの今日疲れたな。西に攻めてきたと思ったら今度は北、全く休む暇がない。曹操は老獪だ。我々が周遊殿を失った今こそ好機と見たのだろう。劉備に援軍要請は出したが断られた。ここは我々だけで戦わねばならん。どういうことだ。慶州で揉めてるとはいえ同盟してんだろ。あの連中は信用ならないんだよ。あんたと同じってこと。なあ、んだと。またか。やめよ、両党、関内。今はそんな場合ではない。協力して義軍を迎え撃つのだ。分かってますよ。さすがに言い合ってる状況じゃない。ほう、珍しく物分かりがいいじゃねえか。それだけこの戦が危ういということだ。殿、お待ちしておりました。両門、義軍の動きは。こちらの前線を突破しようとしきりに攻勢を仕掛けてきています。ここは早めに手を打つべきかと。分かった。皆は前線の守りを固めてくれ。機を見て一気に反撃に出る。へえ、反撃の時が待ち遠しいぜ。敵は曹操が自ら軍を率いている。出場盛況だ。周遊なき今、我々は一層団結して戦わねばならん。皆で義軍の侵攻を食い止めるのだ。よし、一丁みんなで義を砕いてやるか。孫悟のため、そして亡き周遊殿のために。孫劉同盟に生じた亀裂をどう修復するか。この戦の後も気が休まることはなさそうだな。前線の奮闘により我が軍が優勢だ。このまま曹操らを追い返すぞ。敵は大勢、前線の消耗が気になる。天候も水上の戦に影響するか。敵の戦闘名なかなかに粘りおるが、軌道布陣を組み直すべきか。前線は維持に必要な兵数のみ残せ。余剰の兵を合肥へ戻すのだ。敵は崩れかけてるな。よし、ピンときた。このまま一気に畳みかけるぜ。この天候のせいで船も損壊。果たしてここまで持ちこたえられるか。ミン・マンス、またの名を勘が冴える男ってか。負ける気はしなかったんだけどな。俺の勘、水で錆びついちまったのか。敵将、討ち取ったり。割り良ければ全てよし。お見事です。私も見習わなければ。
あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。あなたの人望があれば兵町にはああ俺らを見込んでくる。最近の趣味行く。大使に様は戦の中でこのご時世戦に出れば飯。このご時世すまない、俺は今後の想定通りの規模の部隊を編成できました。これならば増援として十分でしょう。ちょうど船着き場の準備も整ったようです。いつでも乗船していただけます。上場の結果だな。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、ここで防御体制を取るのだ。落ちてくれ。
様らが孫悟の戦術を指揮するのか。我が絶味の前に倒れるがいい。逃げて立とう。この御使命の地位は活目せよ。なんと我が絶味、こうもたやすくあしらわれるか。さすがはロシク殿、この活躍に学ばせてもらいますぞ。本作に会計を追われ、義に仕えてなお尊権に敗れるとは、こりゃダメだ。まるで歯が立たねえ。なりよければ全てよし。お見事です。私も見習わなければ。して戦団を崩すな。時は水上の戦も練り上げてきたか。南戦北斗などといつまで侮る気だ。俺たちの起源、水の上でも見せてくれるわ。殿、この活躍に学ばせてもらいますぞ。
自分を救うのは命がけだったはず。この恩義決して忘れまい。立つとは少子な格の違いを教えてやるとしよう。偉そうなやつだな。その高慢俺が打ち砕いてやる。守りは我らが受けのほうだ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。何かの間違いだ。俺がこんな奴に負けるとは。これが孫悟の力か。悔しいがここは引くしかねえぜ。敵将討ち取ったり。終わりよければ全てよし。殿、その活躍に学ばせてもらいますぞ。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。来るがいい、孫悟の将よ。自分が盾となり貴公を退けん。なんだかお互い目立たない役回りだな。やかるとはやらないとな。敵の痛いところをついておくか。狙うあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ。なる戦闘に備えるのだ。初存です。
が受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。いや、これは参った。無理はしないで下がった方が良さそうだ。悪いよければ全てよし。帝からの増援は期待できぬか。攻め、我らのものとするぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。手傷を負わせられたか。俺と学士の連携うまくいったようだ。リョート、死ぬんじゃねえぞ。今助けるやっからよ。私では力を及びませんでした。皆さん申し訳ありません。俺は手負いの獲物すら狩れないのか。しかし、どこに合わせる顔がない。逆って攻めてきたか。己が愚行を食いるがいい。気をきじらせ。我らの進み先は誰にも阻ませぬ。
敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ジュスコを奪われるとは、私としたことが敵を侮っていたか。まさかあんたに助けられるとはね。いや、すまない。助かったよ、カンネ。どうよ、当たり前だろ。俺たちは同じソンゴの仲間なんだからな。悪いよければ全てよし。の部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。孫権もなかなかの戦上手。高等孫権の冒険を得たではないか。安心している場合ではありませんぞ。ここは私と巨著殿で敵を迎撃しましょう。天霊、ジュスコーが孫悟に破られました。総秘殿はご無事とのことです。この負け戦の士官には良い経験とな。しかし援軍が見込めぬのは厳しいな。見事な分感服つかまつき、いずれまた戦場で相まみえん。総督様ごめんよ。俺が腹減っちまってもう戦えてきた。あなたこそが真の三国無双です。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。今が好機。よくやってると思うぞ。もはや引かざるを得ぬか。ジュスコーは放棄する。全員退却せよ。よし、曹操を退けたぞ。みんな勝ちどきを上げよう。こんなもんかよ。口ほどにもねえ連中だぜ。これで諦める連中じゃないだろうけどね。まあひとまずは俺たちが勝った。二人ともよく協力して戦ってくれた。やればできるではないか。協力？冗談はやめてくださいよ。結果的にそうなったってだけですよ。確かに協力はしてねえな。俺が危ないところを助けてやっただけだしよ。冗談。あのくらい一人で突破できたっつーの。戦が終わった途端これか。まあいい、見ようによっては仲がいいと思う。誰がこんなやつと。言えんか。
あれはあれで息が合っているのだろう。自分たちには周遊殿ほどの偉大な治癒はない。だがああやって力を合わせれば周遊殿が目指した先へと進めるかもしれない。仲間か。改めて言葉にされると面はゆいな。だが確かに俺たちは仲間なのだ。それぞれ違うことを考え、違うものを見る者同士が同じ旗のもと互いを認め合いながら戦う。それが孫悟の強さ。孫悟が天下へと進むための力なのだ。そうだろ、周遊殿。呪詛講の戦いでロシクはその治癒を大いに発揮。魏軍の猛攻から呪詛講を守り抜いた。だが魏がこれで諦めるはずもない。慶州の問題がある限り蜀とも何らかの衝突があるはず。そう考えたロシクは日夜国家戦略について知恵を絞った。野営中も書を読み己の研鑽に励む。そんな孫悟の大黒柱の姿勢に仲間たちは刺激を受けていた。こんな時でも励んでいらっしゃいますな。これか。不思議なものでな、自宅で読むより戦地から戦地に移動する時の方が身になるのだ。そういうお前もその手に持っているものは何だ。もちろん尊敬するロシク殿に習ったまでです。俺は油断するとすぐに腕力で解決したくなります。アモーに逆戻りしないためと言ったら笑われますか。大いに結構。それでこそ孫悟の治癒をつないでいくのよ。俺があなたを手本としてきたように、この背を見て歩む若い力を育てたいと思っています。お前が努力を怠らぬ限り必ず現れるだろう。このまま堂々道を進むのか。さてロシク殿、建前はこの辺で。いいだろう。未来の話を魚に一貫といくか。